皆さんこんばんは映画監督の大森健一ですこんばんはジュノアキコです日曜の夜8時大森健一のスターティングライン for the future の時間がやってきました愛媛のクリエイターを応援するというコンセプトでスタートした番組ですが12月最後の放送となりました監督年末なんかこうよご予定とかいえいえもうあのー、落ち着いて家えいえで多分 あののんびりすると思いますよ。特に何か。私はゆっくりしようかな。ね、割と例年ですとあのいとことかあのすごい仲いいので、もうそのあのまあ両親のともの里がせいよう市なんですけど野村町っていうところなんですけど、もう本当にあの牧場をもともとやってまして、あの米作りとか、はい、もう大 のいわゆるポツンと一軒家みたいなとこだったんですよ、もうそこに集まるっていうのが恒例だったりもしてたんですけども、まあ、ちょっとね、皆さんも大人になって、最近はそこまで集まれなくはなりましたけど、最近は、まあのんびりと何もせず、ただただ、年をはい。なるほど。で、この番組なんですが、先ほども紹介しました愛媛のクリエイターの方をお招きして、話を聞いています。 今週のゲストをご紹介します。瓶デザインオフィス代表の山内敏子さんです。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こ,んんはこういう番組がね、愛媛にもっと早くできてれば、<laughs> やはり地元が地元のクリエイターを応援するようなメディアが増えていれば、<laughs> あ<ら>もっと楽しくなるんじゃないかろうか。<laughs> と思います。おぉ。 リンさんらしいお言葉をいただきました。はい。あの監督と山内さんは以前からお知り合い。結構もう長いね。十年以上ですよ。それこそ。はい。縁ってねどこで始まるかわからない。うん。どこだったんですか。松山ですよ。松山だけども別の映画の映画を作るときに来られたときにそこでまあご一緒していろいろ相談持ちかけられたりなんかしながらまあちょこっとお手伝いをしたと。 うん、な,でなんかもう時よりやっぱり出会うタイミングがあったので、うん、本当にあ久しぶりですねっていうタイミングをと、うん、過ごしながらの10年ぐらいです、ねうん、ですからね、うん、縁がない人は1回の出会いでも会わないんですよ会う人はその間にチコチコ会う,うんんで僕はそういう人のことを同じ水脈の水を飲んでる人って例えてるへえ またお言葉が出ました。<laughs> そ,そうですよ。はい。なんで、じゃあ、もう10年来のお付き合いということではありますが、まあ、それぞれ監督は映画の世界、山内さんはデザインの世界で、まあ、活躍されている。お互いに、そういうちょっとこう、クリエイターとして聞いてみたいことっていうのを今日はちょっとやりとりしてもらえたらなと思いますので、まずは、 大森監督から山内さんにいはいはい、うん、えビ、ー、んさんはこれまで企業や街をデザインで作ってこられてきましたが、えー、私たちの身近なものといえば今なんでしょうか <laughs> <laughs> うちこフレッシュパークカラリについて何か言いなさいって原稿がありますよ、うん、まずはそこから語っていただけますか、うん、はいあのね 僕らが何か作るときって、大抵自治体の人たち、頭固い人多いんですね。うん、要は、今までどっ何かやってることだったらいいけど、うん、何か初めてのことをやるときは、前例がありますかなんて言うんですよ。<ー>けど、前例のあるものやってたら、面白いことはできない。そのいい例がカラリですね。うち子の,のカラリ。まあ、あの、カラリじゃない名前のとき、うん、委員会がありました。 うんうん、そこでまずカラリという名前を提案します。うん、そして看板を上げない。内ち子以外のものは売らない。自動販売機も置かない。うん、というようなことを言うと不安になるんでしょうね。うん、みんな大反対。それこそ前例がありません。うん。で、カラリってなんだっていうね。それまでに町民から募集した,た名前が、うん、内ち子フレッシュパークだった。それともう一つ内ちの子市場だった。 うちの子一番と親父ギャグみたいでしょダサいじゃないですか。うで、うち子フレッシュパークというのは、もうそんな横文字使ってね、そんな何もフレッシュじゃない。そんなん出すと。で、そこに、うち子を松山に書いたり、どこに書いてもどこでも使える。<ー>そんなどこでも使えるネーミングは良くない。そこでカラリを提案したのは、うん、カラリというのは、花を楽しむ里。 歌を楽しむ里、加工を楽しむ里、暇を楽しむ、香りを楽しむ、いろんな楽しみ方ができる運営しましょうね。<ー>という運営コンセプトがあるんだけども、<ー>男の人たちはみんな大反対、わけがわからん。なんでそんなのがいるんだ<ー>ところが4人の女性だけ全員が賛成してくれた。あ で、その多数決を収めたのが蝶々さん。前年、ね。多数決が正しいとは限らん。これは蝶々預かりにすると言った。蝶々が。<ー>すごいと思わない蝶々は多数決で選ばれてるんですよ。その蝶々が多数決が正しいとは限らない。これ多分ね、カラリが失敗してたら蝶々を辞めないといけない。くらいのことだと思う。<ー>あ蝶々の勇気でしょうね。 それから、いろんなことが、どん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 成功していくんですね。だから、あの、道の駅、今でも、あの、全国に0 0 0以上ある道の駅が、このベスト6に入って、モデル店になってたりとか。そして、内閣総理大臣賞も2回もらってますね。いろんな賞を立て続けてもらっていく。で、何より、ここの女性たちが元気になっていった。ああ、それがでかいですね。うん、で、中にはね、 かなりは、うちらが守るんじゃなんていうグループもできてきたりね。<ー>うん、そうやって新しい風を吹き込まれたわだですね。だから、そのデザインとかネーミングによって、そこで働く人々が変わってくるっていうね。これがデザインの力じゃないかと思う。他にも、こう、関わられた、うん、いや、監督出身地の飛べ町うん。あら、遊びべ、とべねもう、ロゴマークから。 デザイン一新されましたもんね。うん。うん、これもね、トベ、うん、の役場の人15人、うん、町民の方15人でワークショップもするわけです。けどこのワークショップが普通のワークショップじゃなくて、その僕、僕流のデザインシンキングっていうワークショップ。うん。今トベ、うん、にどういう問題があるのか、ということを引っ張り出して。うん。じゃあその、 それを解決するために、デザインでどのように対処すればいいか、っていうのことをやるわけですよ。はい、半年間。で、そこで生まれた言葉が、まあ、今のマークも飛べの歴史がある、あの、工藤さんの唐草ね。通常、飛べ唐草が入って。うん、そして、飛べ町の花が梅だから、はい、梅の中に、その唐草,草が入っていて。うん、コピーは、遊びべ、飛べ。飛べには、遊ぶ場所がいっぱいある。 競技場もあるし、動物園もあるし、そべ焼きという文化の遊びもできる。はい。なのにそれを活用しない手はないじゃないか。っていうので、いろんなコピーを考えて決まったのが、うん、遊びベッドベ。町々がね、佐川さんが、いや、これいいぞ。<お>遊びがなかったら世の中はつまらん。<い>だからこれにこういうの。これもね、町々の映画です。あそうですか。だかトップ次第だと思う。すごい。そう考えたら、映画も、うん 同じ差が町長がやっぱりえ、うん、されたっていうのもありましたからね映画制作も、うん、トップはねトップの英断って大事だろうね今日はそんな山内さんに、うん、東京オリンピックでも話題になりました、うん、ピクトグラムについてあれがあのパフォーマンスがあったから、うん、ピクトというのが話題になって一般の人まで。 一般の人まで頭の中にピクトが刷り込まれたと思う。いや、私もそういうことを考えたことがなかったので、うん、じゃそもそもどういうものがピクトグラムなんだろうみたいなところから。うん。いや、<ん>一口に言えば絵文字ですよ。うん。だからオリンピックって言うと、これ1964年の第一回東京オリンピック。この時に世界90カ国からみんなが来る。その人たちに日本語で表記して読めるかどうか。うん。羽田空港で。 で、誰もが来て認知できる絵文字を作ろう。というのをオリンピック委員会が決めたんですね。うん、そこで、その有名なデザイナーたちを指名コンペして、そしてみんなに作ってもらって決定したのが、まずあのトイレのサイン、非常にシンプルな。誰が見てもトイレ男どんなわかるでしょ、うん、あれができるわけです。へ、えー、そして方向を示したり、 その、あの、スポーツ、競技の内容なんかもピクトで表していったわけ。だから、僕なんかでね、一番有名なのは、僕はあの、非常口の、もう誰もが見ている非常口のサイン。うん、これは、あの、日本人の太田さんと、うん、そして、ロシアのデザイナー二人の最後に、うん、どちらにするかって決めるときにね、うん、実際にあ,あのサインを置いて、部屋の中でスモークを焚いて、<お>どちらが認識できるかっていう、 あ、そこまでしたんそこまでやったらしい。で、大田さんのが採用になった。世界中だからあれでしょあのマークでしょ監督は、僕が監督っていうのは、映画を一連の映画作る中で、最も大変な場所にいる人だと思うんですよ。あえて、そういう監督になろうとしたのは、どういう思いからですか もう簡単に言うとですね、あの、やりたいことが多すぎて、うん、あの、すべてをできることってなんだろうで行き着いたのが映画だったんですね。例えば、あの、昔はもう漫画家になろうかなとか、いろいろ書いたり、うん、いろいろしたり、絵を描いたり、うん、あの、建築、それこそ建築、学校は建築だったんで、設計士になろうかなとか、いろいろあったんで、でも、なんか、あれこれやりたいけど、すべてを含めれるものって、 なんだろうと思ったら映画にやっぱり引き継いで映画だったら無制限なので何でも描けるので、うん、全てに触れることができるので一、まあ、回一回新鮮全て新鮮にできるっていうのが本当にシンプルな答えですね、うん、はいあの以前ね僕あの片岡鶴太郎さんが、はい、あの今の絵を描く頃に出会って、うん、いろんな話した時に、はい、僕あの映画って に出てる時は映画の僕は僕じゃないんだと監督の冊子で動いている絵だけは僕の世界なんだ僕は自分の世界を作りたかったって言われてたんですけどね、うん、まさにけど監督はみんなを操るわけでしょ、うん、<laughs> 操りながらみんなの感性とか み皆さんの才能を引っ張り出さないといけないわけじゃないですか。だから、女優さんとか、そういう人の話聞いてると、はい、誰それ監督によって、私は女優になったとかね、うん、なれたとかね。聞きますね、うん。非常に大変な役割だと思う。うんうん、そうですね。僕も、だから、例えば、本当に朝の連ドラーの主役のちに。 にもなった青井若菜さんなんは。はい、はい、瀬戸内海賊物語。瀬戸内そうですね。あの時も1000人近くのオーディションで、うん、当時はあの子も演技未経験だったんですけど、うん、やっぱり、まあ、あの子自身もすごいオーラがあって、実際もう数年後にはまさかあんな,んな主役になるとは思ってもなか、うん、当時はなかったですけど、いろいろそういうのは思ったりもしますね。それはほぼほぼ見抜けた。 やっぱりなんかもう明らかにもうドアがガチャって入オーディションに入ってきた時点からもう、もうすでにもう、あ、もう決まりだなっていう感じですよね。一言も喋る前から,から。だから成功する人は必ずあの素直でないとっていうのはよく聞くんですけど。はい、僕らも同じように僕の立場で言うとコピーライターとかカメラマンとかイラストレーターとかみんなにお願いするんですけども、はい、その時にガンとして自分の主張を聞かない人ってのは、 あんまり成長してないですね。<ー>うん。言われることをどんどん吸収する人。うん、まあ、それが確かがある程度年が来るとね。はいはいはい、はいうん。成長してますね。おすごいなっていうぐらい。うん、今ね、これ大あのー、いくつ島レモンの町。レモンの島。ここはもうね、僕が関わって4年。うん、去年あたりから合言葉が、自分たちでやれる範囲内っていうね。うん、相談に来るんですよ。ピンさん。 なんとか神社がある。その神社の名前をレモン神社に変えて。お賽銭箱もレモンの形の賽銭箱を置こうと思うんですけど。それこそ遊び心ですね。そう、どうでしょうとかねいや。そんな山内さんもでもなんかこう面白い構想を今持ってらっしゃる。うん。これはね、あの、ピクトがオリンピックでみんなの脳に刷り込まれた。 で、今、四国で88カ所を世界遺産にしようと、いうことを10年以上前からみんなこう叫んでる。けど、今のままではならないだろう。なぜか。地域の人たちがそこに貢献していない。ただ、お寺さんが金儲けしてるだけだと。すると、熊野古道のように、そういった地域の住民たちが道の整備をしたりね。 はい、そういう社会貢献。はい、要は、あの、ボランティアというか、日本流の優位の、優位の心。ただね、有名なだけでは世界者にならないんですよ。うん。で、仕掛けが必要ではないかと。うん、だからね、あの、白川郷の屋根、はいね、あれなんかでもね、優位の精神で世界んになったんです。みんなが協力して屋根を拭くという、川の屋根を。うん一人二人でできない。 その時にみんなが心をつなげるっていうね。そして、ああいう昔のそういうものを残した集落になっているというところに、世界遺産に認定された。うん、僕は考え、デザイナーとして僕考えてるのが、あのピクトでね、世界中からお遍路さんが来るんだから、四国の四県を合わせた共通のピクトを作る。案内。 サインとかね。うん、で一番小腹はトイレなんですよ。うん、お犬さんたちは。うん、海外の人は、洋式のトイレじゃないと、使えない。うん。ほんなら、洋式のトイレがどこにあるかとか、和,和,しあの和式のトイレとの区別かとかね。一番大事なことは迷わない道しるべでしょうね。まあ確かに、4件が本当にがっつり、うん、本当にがっつり組んで、共通、うんうん アイテム的に動かないとやっぱりな,なかなか今おっしゃられてることは実現しにくいですよね。うん、今ね、本当ビンさんもおっしゃられたようなね、うん、ことをこの番組でね、いろんな人が集ったり、まあもちろん聞いていただいたりしている方々もつながって実現していく。 行くのも一つの目標ですよね。はい、行けたらいいなと思います。うん、はい。とまたそんなの映画になるとかね。<laughs> <laughs> ああいいですね。あのねはいもう全部映画にはします。<laughs> <laughs> <laughs> はい。今日はビンデザインオフィス代表山内敏幸さんにスタジオにお越しいただきました。山内さんありがとうございました。いや楽しかったでありがとうございます。うん、またこの番組ではメッセージを募集中です。 宛先はメールアドレス s t a r t j o u f m c o m s t a r j o u f m c o m までお送りください。で、この番組、最終的には大森監督がラジオドラマを作りますが、そ,すはい、そのアイデアのメッセージも届いておりまして、<ら>ラジオネームマスオさんから監督に作ってほしいラジオドラマ。はいうん 東予中与南与それぞれの地域の物語作ってほしいですとありがとうございます早速はいはいはい物語なるほど結構幅広いんでね <laughs> いやどうせだったらもうあの全県内の全市町村一つずつあの制覇しますよ<お>全てのドラマを作りたいですよ、はい、<ー>はいはいはいあとそれが起爆剤となってこう<ー>広がるとすいません愛南町から新宮村まではい 作りもうほんと作りたいですねまあね一言にね「東中南ゅなんよ」といってもそれぞれエリア広いですからね、うん、一つの町にあの市町村に絞るだけでも,もうたくさんの物語それだけでもあると思うんで、うん、一個一個作っていきたいですねそうやって考えたらワクワクしますねはいもう実現したいですねそれは日曜夜8時は森下ラジコでも聞いてくださいねでは また来週。